はい、こんにちは、益子田東翔です。栗林処方の栗林です。今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。21回目あやで、そうか、あもう大人やん何の大人か分かんないけど、一応計算というか振り返ってみたけど21回か。20回目に20歳のソウルやったから、そう、あほんまやな、出したなあれ、うん、今日21回目ですね。うわ、いつまでやんのこれ。いける限り、いける限り。おいいね。あ、これもお疲れ様でした。布施プロレス。おお、そうやねん、そうやねん。この収録の3日前ぐらいで、まあパンパン来たし。ツイッタートレンド入りしたって。そうそう、トレンド入りして。すごいよね。なかなか。俺初めてツイッタートレンド。しかも知らんかったって俺。え、なんでわかったの？ツイッターで書いてる人がおって、でうちプロデューサーかレフリーの吉野さんもちょっと昼電話で喋ってて、はあ、うん、あのトレンド入りしてたみたいですよって言って、マジっすかって言って。トレンド入りってどれぐらいでするもん？知らんねでもあれってなんか瞬間瞬間みたい。え、何、ハッシュタグとかをつけて、そうそう、でなんか話題になってた、まあキーワードやろな、ああで、はあ、なるみたいだけど、そのこの1時間でとか今日でとかじゃなくて、この瞬間瞬間らしい。あ、なんか開催中にバーッとアップしてはってんやな。まあそれでもね、うん、じゃあ写真とかめっちゃ上がってたし、俺だって当日と次の日2日間ぐらいでほら布施プロレスで検索するやん、でいっぱいあんねやん、やっぱ布施プロレスのツイッターのアカウントでさ、いいね押したりコメント入れたりとか最初やっててん。1時間やって、終もう1時間半でもうどんどん出てくんねや。もう心折れたわ。もうでもトレンド入りしてたらそりゃそうやわな、それぐらい何百どころじゃないやろな多分。いやそれはな、思ったな、わすごかった。みんな暇なんかな。いやいやいや、すごかった。もう反響も良かったし、ちょうど前の、まあ、天気が良かったね。そう、めっちゃ晴れたから良かった、ね。そう、でも当日同じ時間帯に使い果たしたんちゃう、日頃のマークを使い果たしたんちゃう。まだあるで。でもよそのイベントの方もっと来てたんちゃうかな。一応1800人で発表して、ああすごい、うん、2000は切った。でももう3年前より少ないで、うん、まだ外出のあれなのかな。いや、みんなそうね、あの時はちょうど花園中央公園のイベントやってて、ラグビー場か、ああで、リトルグリーンモンスター来とって、ああ同じ時間帯に、で文化創造館もなんかやってたみたい、花園フェ、え、八重の里フェスタか、まあ、気候がいいじゃん。そう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 、あ、ストップウォッチ押すの忘れてた。ごめんごめんね、これ動けへん、これ動けへんのか、用意さ、だいたい今2分ぐらい、2分ぐらいかな。じゃあランキングの行きますか。じゃあランキング行こうか。じゃあ単行本の単行本第3位、あ、もう 一気にこう、はい、3、2、1、3、お、またよしさんやん。3位、2位、2位、ジェンカジェンカって落とすパズルのやつやな。そう、お、ハヤブサ、池井戸さんって下町ロケットじゃん。池井戸覚えた、そう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 、下町ロケットやろ、です、の最新刊すごいやん。3位が、その本は吉武慎介とね、その絵の共作なんや、共著っていうの、うん、そうそう、うーん、またよし、すごいやん、もうコンビ変えたんやん。まあ、2位が、まあ、すごい嘘つき辻村瑞希さんです。本当有名、有名です。あ、そうな、まだ男とないわ。天海祐希よりは有名じゃないかもしれない。ああ、天海祐希さんな。で、1位が池井戸さんな。もう出すもんはね、ほとんど。あ、そう、これはまだドラマなってない、まあ本出たとこや、字ばっかりや。本や、あ、これ新作なんや、新刊です、ハヤブサ勝負な、なんかタイトルおもろそうやな。俺この字があかんねん、漫画やったら見んねんけどな。はい、ということで単行本3位がその本は、2位が嘘つきジェンガ、1位がハヤブサ少年、消防団、池井戸さんね、です。これ売れそう、まあハヤブサ池井戸潤やからね。あ、そっか、もう売れてる、ぼちぼち、まあ単行本ってそんなにババッとは、ね、あ、そうなん、なかなかゆっくりなんや、その文庫ほどはね、いかないんですけど、こういうのってあるんだな。例えばさ、漫画ってすぐ読めるやん、あ、でもこういうのってほら、やっぱちょっとかかるやん、かかる、だから今読んでる本があるとさ、なんかこういうの、うんうん、で、こうやって、あ、ええー、なと思って出るやんか、うんうん、なら、読んでから買うんかな、みんな、それともさっき買っとくんかな、まあ、でも読む人間は、うん、もう買う、並行して3冊ぐらい読むよね。え、同時に、え、俺そんなんやで、ね、これとこれとこれ、途中ずつ読んでるってこと、それと一冊早い読んでまおうや。え、キングダム読みながらこれ読んで
ビジネス書的な読むみたいな。嘘。読む人間ってそうだよね。でもこれちょっとバーッと読むやん。で途中ちょっとやめるやん一回、うん、で次これ続き読んで、うん、ちょっと飽きたらまたこれ続き読んでみたいな。あ、まあある意味そんな感じか。読み切ってから行くんじゃないねやん。多分うわキモいやなきっちり一冊よ。結構そんな感じやと思うねん。はあ、俺初めて聞いたそれ。え、でも一冊ずっと読んでるのしんどいやん。しんどいの変わらんくないどうせ字やん。すごい。でもジャンルが違うじゃん。ビジネス書読むって言ったら、まあまあ、まあ、テレビのドラマってさ。でも漫画も漫画も例えば息抜きでちょっと読むの疲れたから漫画に切り替えようみたいな。嘘。浮気もんやな俺もあれは一途やから。なんかアンケートちょっとなんか取ってほしい。コメント欄に書いてもらえるほど見てないけどなみんな。ちょっとそれ聞いてみたいな。なんか結構方法考えるな。だって一冊読み終えへん本なんてザラにあるやん。最後まで読まへんの。そんなんあるやん。おもんなかったらもう放り投げるやん。あ、まあおもんなかったらな、うん、でもほら続けておもろかったら続けて読むわけやんか、うん、これ終わってからこれじゃなくて、うん、そうなんや。俺ゲームでもさ1個解くまで次のゲームやらんわ。すごいな。もうそれ早やりた。思んなかったらやめんやろ。思んなかったらやめる。じゃあドラマとかってさ今週の分見たら来週までないからさ、うんうん、別のドラマ見るやん。それは当然毎週あるから、うん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 、それはわかるけどさ俺 Amazon プライムでこの間までスワッと見ててさ今シカゴ PD 見てんねんけどもう一晩で5話ぐらい見るで俺ガーってガーッガーッって終わるまで他の見えへん。だから面白あの行ける時はあのぶっ飛ぶしていく時もあるけれども行かれへん時は途中でよそ見する時はあんま思んない時ない。あーあるある。どれ。これは全部面白い。引っかかれへんな。面白くないものなんてない。引っかかれへんな。そんなもん紹介せへんから。これはしょぼつぼしたろんだもんな。わかりました。そういう、まあ、俺本読まへん子やからなあんまり合わへんな。そういうのがわからんな。はい、次コミック第3位、2位、1位、3位、3位、2位、2位、おー1位来たでおい。1位来たで。3位が東京。これ漫字読むやったっけ。前も言ってたな、そんな。これどうなんやろな。これみんな読むんかな。でもみんなリベンジャーズとか通り部とかって感じや。通り部っていうの、うん、なんかあれな経済用語みたいな。通り部、通り部あ、そういう通り部入れといてみたいな。東京リベンジャーズ29巻が第3位。第2位が何これ。ワールドトリガーテレビでね。あ、そうな。これ今出たことある。ここにあるよ。あ、1回前出してると思う。あ、ほんま俺全然覚えてないわ。どうしよう、そんなやつ出てなかったら。これ全然覚えてないわ。ワールドトリガー25巻ね、第1位が、ね、キングダム。ありきたりといえばありきたりなんですけど、やっぱりすごいなぁ。王妃ちゃうわ、なんかモーブのあれやな、息子やな、うん、あ、行ってきたで俺キングダム2映画。あ、行ってきた。あの、まあ、子供らも連れて。盲点出てないからな。出てなかったな。盲点、盲点、あ、天か、盲点やな。うん、今日かわいかったわやっぱり。うん、うわ、もうこれ俺漫画を読んでしもたらやばいなと思って読んでへんねんけどな。いや、おもろいな。これを読み出したら最後まで読むよ。読む。なんか今さらコミック1から読む勇気ない。ああ、大変。俺3万かかった最初。あの、え、毎晩自分とこの店が持って帰ってんじゃん。なんでや、朝返したらええじゃん。いや、あかんのそれ。売り物やん。あれへんやん。あかんやん、そんな。え、うちの店在庫管理ちゃんとしてますみたいなアピールじゃん今。子供の時はちょっとしてた。してた。ちょっとしてた。俺していい。子供ちゃうし。いや、年齢不詳やで俺。子供じゃないって決めつけられると困るわ。あ、そう。だから50巻ぐらいの時に意を決して買おうと。買ったん。ドンって50。すごいな。でそっからは、うん、あの、あ、1巻ずつ、1巻ずつやからな。買うてんねや自分で。あの、うちの家計から捻出してる。あ、そう。まあ両方やむからな。1人当たり300円や。あ、そうか。うん、え、2人でなんぼ儲けんの給料。嫁さんと怖っ。でも俺自分のパソコンとか自分のホームページとかタダで作ってるわ。え、自分でな。
誰もパソコン作ったりさ、自分のホームページあるやん、個人欄とか。あ、まあお金払ってないわまあ俺が俺に払うやつからな、意味ないけどな。まあ我々も買って店に払ってるのもやん。せやな、利益ぐらい抜いてこうたらいいんじゃない、シャワリとかないシャワリ、あの一応店の人はシャワリになってんねや。あるよ、それぐらい。俺もここの社員みたいなもんちゃう俺。あの S 名刺あるしな。S 名刺あるし。俺名刺あんねん、ここの。シャワーにこいつ定価で葬りよんねん。怖っ。S 名刺あるし。このシューポルコータやん。俺忘れててさ、嫁半島に来たやろ。あれ俺欲しかったんちゃうねん。あの、本職のレスラーがさ、自分とこの団体の興行が乗ってるからって言って、買いたから出ましたやん、俺。ね、売ってなかったよ。ほんで、あの、あ、本あの、売れんと余ってる本屋あるから電話したるわ、言って。ほんなあったやん。そう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 。はい、もういらんこと言ったらなくなるわ。はい、3位が東京リベンジャーズ。第2位がワールドトリガー25巻。で、第1位が堂々キングダム。強いなぁ。です。はい。じゃあ、あとは、あ、今月のランキングや。今日ね。何ランキング的には今ちょっともう東大阪またね舞い上がれて、あ、そうこれな、ドラマ始まる東大阪ね、あ、すげえ、後ろ東大阪の写真載ってる、ほらあの、ほら、あ、高速のとこ、あの夜景の夜景百景かなんかに選ばれたこれですね。今回俺布施プロレスでも五島列島やん、これ、うん、五島列島の人らの五島列島の観光部の課長とか読んでさ、リングの上で俺喋らしちゃってさ、あ、俺そんなめっちゃ喜ばれるんちゃう、めっちゃ喜ばれる、あの課長2日前に五島列島から出てきはって、あ、来ましたって言って、もうええおっちゃんたわ、めっちゃ喜んでた、俺リングでいじったってめっちゃ喜んでブース出してさ、焼酎とかの振る舞い酒もしてさ、あ、やってたやってた、舞い上がれ、ええことしてるやん、ええこと、おい、一部持てへんねんで、たまに得積んでんな、ほんとに得失ってるからな、いろんなとこでいや、え、ほんだら東大阪、ちょっと東大阪、うん、あのうちに貢献してくれてる東大阪、優しいな、かっこ八尾もちょっとごめん、あ、八尾も入れて、うんうんうん、の作家さんの、あ、前はほら東大阪舞台っていうので、ちょっとね、舞台ということでやったしてもらったんですけど、この人本当にうちのために貢献してくれてるなという作家さんの、じゃあ3番目にちょっと、ね、まあ、代表作、まあ一番新しいの、うんうんうん、ちょっと本はね引っ張り出してきて、やっぱりね、上田秀人、第3位上田秀人さん、これはどこの人、上田秀人さんね、八尾の方なんですよ、八尾の人なんや、まあ、あの時代小説読む人やったらもう、あの、あ、そういう、まあ語学やもんな、一緒やな語学やもん、もう今ないけどなで、八尾のね歯医者さんなんですよ、ね、え、どうなん、上田しかっていう有名なんですよ、我々の中では。でももうこっちの方が忙しすぎて、忙しくていっぱい書いてんねや、もういやもう時代小説といえば上田秀人、の NHK なれへんの、いやもうドラマとかもバンバン、あ、なってんの、あ、そんなすごい人なんや、いやそんなすごい人、全然知らなかった、今もう時代小説ではわかります。じゃあ第2位、第2位、まあ、田辺聖子さん、あ、田辺聖子なって言うとね、あの松陰の人やな、松陰の田辺聖子記念館やもんな、やっぱり何かこうイベントがあるたんびにこう、ああ、そうやな、やってるよな、やっぱりね、関係者にとって、ね、あの、1位の人に比べたら全然そこまでは、今もう最悪もっとクソみたいなもんディスってるだわ、あの経年で言ったら3位の方が、うん、あ、すごい、すごいかもしれない、すごいね、何て言っといたろう、そうです、上田秀人さんね、この人何て言ったらセクハラなのかじゃあ第1位は、1位ね、やっぱり縛り、あ、まあまあそらそやわな、この人そらそやわなの貢献ってものすごいんだと改めて、いやいや、そらそら柴良太郎やわ、だっていろんな死してなお今記念館シルバー人材の人ら雇って金回してるもん表現悪いすごい人だと思って俺、亡くなってんのにさ、もら人を雇ってんねん、あ、ボランティアなの、ボランティア、え、嘘、あの人ら、そんなの、あ、ほんだこの人よりあの人らの方が偉いよ、あんまり言われん、めっちゃ言うてるやんボランティアな、いや人数多いな思ってても、まあアコギやなって思ったやろ、うん、ボランティア逃げ回して、あかんで、やっぱ人動いたら、基本人動いたら金動くからなただで人動かしちゃあかんからな、あの職員の人ももちろんいますよ、あ、そうやんな、俺入ったことないな、こう、あ、そうなの、入ってあげる、はい、月曜日休みやで、気をつけた方がいい、散髪やな、え、栗林消防ですって言ったらなんかええことある、ない、ない、俺名刺持ってるけど、逆にあれかもしれない、え、本入れ替えに来たらって聞かれると思うあそこの本は一応入れさせてもらってるんで、
中で売ってるのは毎月儲かってんねや。それでやっぱ買いはるみんな。あるね。いやほんま不思議やけど、うん、やっぱりまだ買う人って、うーん、まあいろんなところから来てね、買いはる人。だって俺宮崎にいてる後輩がおんねんけど、うん、前大阪うち来た時に「司馬太郎記念館で近くですか？」って「おめっちゃ近いで」って言ったら「行ってみたいんです」って。やめときいいよだって。いや連れてた。あそこでもその安藤忠雄の建築物を見たいっていう需要もあるみたい。確かにな、それすごいわな。大したもんやな。いや司馬太郎さんはそれはもう生きてる時 の、 あの買ってる本もすごかったもん。子供ながらに覚えてるけど。あそう、あ自分自身もめっちゃ読まはんねん。もうそれはもうものすごい読んで量書いてって時間すごいな。すごいよ。でもも取材 の、 あの人間として食べて出すっていう、ね、書いて読むっていうこのインプットがインとアウトやな。素晴らしいな。すごい、すごいな。はい、東大阪、いや違うわ、東大阪栗林書房に貢献した作家さん第3位東大阪八と上田さん、第2位が田辺聖子さん ね、 さん、はい、ね、第1位司馬太郎大先生よ。大先生、大先生です。すごいな。だって栗林書房も92年3年、おう92年ぐらい、92年か。長いな。長い。それだったら何回ぐらい建て直ししてんのこれ建物。あでも近鉄のやつやから、うん、建て直しとかしてない。あこれちなみに昭和54年からです。ここはあこの変わってないのこれ建物構造は。それ変わらないよね、どこも。でも耐震とかせなあかんのじゃん。いいんかなこれ今。別にその耐震、あでも近鉄の高架下だ、工事とかしてたよ。ああそっかそっか、あそれでもってんのか。そうやもんな、うん、そう考えたらすごいな。90年か。これ4代目は誰がすんの。どうやろな。猫か。考えてない。あの猫か。あの猫おんねやろまだ。生きてる。うちも猫おるわ。もうでも10。そんなのあの、あの、うん、店に紛れ込んできた子やろ。あ、そうそうそう。え、そんな前かあれ。うん。そうや。11歳。うちこの間やっと5歳になったわ。ああ、だってそんなもんでしょ。うん。あ、あの子そんななんねや。あの子でもラッキーやったな、ここ入り込んできてな。そう。なるほどな。一回出演誘え猫。外に出たことないと思う。あうちも出したことない。病院ぐらい。そう。頭取や。番組の番組の頭取や。絶対嫌がれる。嫌やろな。すぐ逃げる。逃げるうちもせやわ。まあ置いといて。はい。じゃあ今月の栗林のおすすめ本。ね。ちょっとまあ司馬太郎さんとあと。うん。まあ、今日国葬とかあったじゃないですか。ああ安倍さんね、今日収録日に ね安倍さんの国葬をやってたよな。ちょっとだけ見た。あそうな、俺全然見てない、ね、黙祷してる時目か見開いて見たった。なんかこうやっぱり国の行く末っていうか、これからどうなっていくんだろうと。でも俺はいろいろあるけど、なんか国葬したからどうとか金かかるとかさ、国葬政治利用とかどうとか外交利用とか言うの逆やと思うねんな。外交利用するために国葬したらいいと思うね。それが政治だと思うね。そういう発想の人みたいな。国葬することによって各国との首脳とか偉い人たちが日本に来て、みんな来てそれ一応会談もしてる。そうそう話してるから、それはそれでその、まあ、いやらしい言い方するけど安倍さんの最後の政治の仕事じゃないけど、本人は喜んでると。俺やったらなあ、あれ俺布施プロレスやってる最中死んだら、俺が死んだっていうプロレス層みたいなのして、布施プロレスに関わった人みんな呼んで集まってくれたら、お東大阪に金が落ちとるわと思うけどな。規模が小さすぎる。いやいやいや。じゃあ今月の栗林、まあね、おすすめの本、この21世紀に生きる君たち、まあ、司馬さんの本なんですけど、この人歴史学者の人やんな、このおっちゃん、おもろおっちゃんやんな。ああそうや、歴史探偵とか出てはる人やんな、うん、それはどっちでも。あそうなんでも帯書いてはんだよ。うん、でもこれすごいやっぱり、うーん今の子供とか、おいやこれやっぱり司馬さんのあの歴史小説面白いけど、うん、え英語や半分だって外国にも、すげえ、21世紀に生きる君たちへ、すごい司馬太郎が子供たちに書き残した歴史から学んだ人間の生き方の基本って書いてんだよ。基本その
人間は一人では生きていけないから協力しましょうよっていうようないいねいいことを書かれてて、一人の力なんて知れてんね。でもなんかその他の本でもなんかの、うん、あるんですけども、この国の形とかっていうそういうタイトルがある。あ、そうなんねや。でもそれとかでも、うん、なんかあのいち早くあのバブルは必ず崩壊するみたいなのを書いてあるの、本の中に。なるほど。そんな土地に値段を公害につけて売るなんてとんでもない的なとかをこう書いたりとか、ね、やっぱりこう、まあ、今の政治家こそ読むべきような。1000円って1000円いい本、これでも35ページで1000円っていうことは結構コストパフォーマンスいいな司馬さんにとって、まあ、まあまあ薄いもんなこれ。本当だから中身が濃いんかな。もうだから子供でも読んで分かるように、うん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 、ちゃんと振り仮名も振ってあるし。あ、ほんまやん。あ、でもっていうなんで、あ、でも全部は振ってないで、うん、難しいのは振ってある。ほんまやな。1000円やって、これ1個持っといたらいいんじゃない。一家に一冊なあ。だんだんね、もう司馬遼太郎って誰やねんっていうふうになってきてる。いや、実際なってきてんちゃうもん。なあなあ、でも絶対いいこと。本当にもう今もうこういうのを書ける人がもう今いてない。書こうか書こうか自出版で。自出版でちょっと平積みしといて俺の。本当にね、なんかこういうのをやっぱりね、うん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 、今でも読んでいってほしいなと。ちょっとバイブル的な感じやな、店としても思います。へ、真面目に真面目な本やな。読んだこれ。もちろんやそれ買って読んだ。読んだよ。借りて読んだ。これは買って読んだ。買ったん昔に。うわ、そう。あ、これ最近の本じゃないねや。もう長い。あ、だいぶ結構だから小学校とかで買わしてしてるところも。お、本当は東大阪がそうしたらいいのになと思うけどね。どこで買うのかな。クリバシで買うかな。分からん師匠仲いいんちゃうのそんなこと。結構よう来てくれはんねん。フセプロレス師匠来てたで。ああ、そりゃ来るやろ。師匠連れてスーツ着て五島列島のやつ着て、みんなあの花園行ってその次フセ行ってっていう。そうそうそう、その来てた来てた。アンギャでやっぱりね。立花さんは副師匠はプロレス好きって言ってたで、私服できて自分で席買って座って。ああ、あの人いい人お金落としてくれたらいや、もともとでもブルーズの時からめっちゃお世話になってる、あの人。でもめっちゃようやってくれはって、また曲がれへんねん。あの人の頼みやったら、うん、あの人市長になっていいのにな。そしたらそ、市長ってさそのどう、だって副市長やったら市長になるとかあんのかな。それはないみたいな。ああ、どんなか、うん、あの辺の仕組みが分かれへんな、市長な。そうやな。だって野田さんももう4期やってるもんな。16年あの人で来年改選やから、ね、まあ、今で15年ぐらいやろ。花園高校さん、うちの先輩。そうやな。って言われて、あの頃はこのマスクはかぶってない、ね、すごいな花園高校。そめっちゃおんねん川島英語何気にね。そうやね、マスクと東大阪と名分には載ってないけどなこの名前ではで、今日はちょっとこれをちょっと推しで、はい、お勧めしたいなということで、はい、またちょっと読んでほしい本です。じゃあちょっと立てとここれを、はい、はい、じゃああとは告知。あ、栗林書房からの告知なんかありますか。今ね、まあ、この10月からですけども、あのうちも入ってるんですけど。そうなんや。あのキャッシュレスのポイントキャンペーン。ドライ君30歳になってんな。味噌やな。30周年よ。ほんまや。めっちゃツイッターめっちゃ出てて、俺それ市役所のやつリツイートしちゃってん。いつかフセプレスでドライ君バトルモードで試合やってくださいって書いてあってこれね、やっぱりキャッシュレスのね、キャンペーン大きいんで。10月から10月からやったね。10月1日から11月7日まで。これって東大阪市内の店で買ったらもう自動的にキャッシュレスじゃあのやっぱ戻ってくるの。これ前1回やったでしょ。うんうん、あったあった。で、あれに参加した人はもうあの自動的に参加させられてる、参加させられてるっていうか、勝手に参加になってた。結構最近よく使うから、うん、これで、まあ、基本まあペイペイが多いと思うんで。あ、そうやんな。うちとりあえずペイペイと D 払いは。あ、 D 払いもやってんの。 OK です。楽天今ね、でもちょっとあの楽天と au ペイのはちょっとどうなるかわからないので、うん、今すいません、今のところ確実なのはその2つで、うんうんうん、まあ大体ペイペイやな。ほとんどペイペイ多いのはな。もうペイペイめっちゃ使ってるもん。もう多すぎて大変なんで、まあ、あんまり広げずに、うちは。そうか、
ペイペイで栗橋の本買ったら最後の2ページないとかそのこと。そこポイントからそうそうポイント分には20% 引かれるとかも犯人分かれへんよ。はい、じゃあ10月1日からね、1日からなんでペイペイで買ったらあの 20% 戻ってきますんで、これ大きいんで忙しなるよ。な忙しくなってもらうの困る。よかったしゃあないな。じゃあ僕の方、告知というかね、はい、まずこれね、いつ毎回お伝えしております、オゾン8世紀、田村テコ製ね、天海祐希さんと僕がコラボでほぼ同率のコーディネーター、何やコーディネーターちゃうわね、アンバサダーアンバサダーやってます。で僕はね、田村テコ製のオゾン8世紀を扱っている小坂にある NK 工房さんの、オゾンマン1号2号と一緒に、そして、この間フセプロレスの MC 一緒にやってもらった山明エリコさん、エリコスと一緒にあのアンバサダーやっております。そう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 。でこれがまあ、持ち運びをね USB の電源で持ち運びができるやつで、家庭用20錠ぐらいの、あっちがリオンか、これがループ、あれがリオンね、あります。定価はね、これが38,500円、家庭用のやつが6万何ぼ、それはマスクと東大阪っていう合言葉を言えばこれが28,000円、家庭用のやつが44,000円になります。大幅値引きしておりますんで、ぜひね、クソプロレス見たよってさらに値引きなれへんの、2割アップひどい2割アップひどい、その2割は俺の取り分キャッシュレスのキャンペーンやってないの、キャッシュレスやってないの、キャッシュレスやろ、金ないやろ、あかんかったかはい、アンバサダーやってますんでね、このステッカーはついてきません。このステッカー欲しい人はね、どうしようかな、もうないねこれ。あ、そうな、販売じゃあ売ってない、売ってない、これそもそもちょっと試しで10枚か20枚作っただけやねん、それうん、これな売ろうかな、もうステッカー売ってもな、もうぶっちゃけな、これちょっとカメラ止めるけど1枚売ったことしれとんねん、もう手間の方が大変やねん、だってもうタダで配ってる方がええねん、あまあ認知度だって、で今は配るのは俺お札配ってるから、うん、なんかちょっと今作ってないねんけど、お札もう布施プロレスもサイン10人までいけへん、7、8人サイン書いてくれ言われて、あで写真はもう分からん、何ぼ撮ったか分からんわ、お札は子供には結構あげたわ、みんな喜んでくれたわ。うん。もう一個なんか俺告知やった。あ、もう一個フセプレス絡みで告知が。もうこの間フセプレスのリングで発表したんですけど、来たる11月5日土曜日、56とね、11月56と花園中央公園で、花園万博っていうのが東大阪市主催で、箱ほどが入って、空飛ぶ車が来たりとか、ゆうちゃみが来たり、ミスターシャチホコが来たり、なんかいっぱい来ます、たぶん DJ コーが来たりとかっていう、すごい2日で2万人ぐらい動員するっていう市のイベントがあります。なんとそこに11月5日花園中央公園ヘリポートで、ど真ん中のヘリポート真横にリングを置いてフセプロレス開催決定です。椅子席は売るけど100ぐらいしか椅子置かないんで、もうほぼほぼ立ち見でも2列目3列目ぐらいのところで見れるから、それも無料で出すんで、よかったらぜひ、ちょっと雨天中止です、雨降ったらやるとこないんでもう中止しますけども、伏せロボ君出ます、確定です、はい出ますんで、11月5日花園中央公園、時間はねまだもうちょっと発表かかります、金曜日に会議してきます、企画室行って、なんかもうちょっとかかりますけども、とりあえず11月5日、花園中央公園花園エキスポ、伏せプロレス参戦決定しましたんで、ぜひ皆さんお立ち寄りください。すごい、なかなか今回フセプレスパンパン行ってるで、今いい感じ、うん、朝日新聞持ってパーン行って、当日パーン行って、トレンド入りして、そして花園万博みたいな、そう2万人もそうなの、2日後で2万人いるって、まあ入れるって言うてるだけで入るかどうか、あ、まあ、来るかどうか、うん、市役所の人はそのくらいの気持ちでやったはずって言うてた、ね、あとは言い残したことない、大丈夫、大丈夫、以上です。じゃあもう25分超えたんで、あ、そうか、はい、2分最初あれでももう30分ぐらいなんや、今回ちょっと雑談多かったもんな、以上です、以上ですね。じゃあまた来月22回目の放送に向けて、すごいね、もう早く帰らんとサッカー始まるしなはい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、またよろしくお願いします、お願いします、お疲れ様でした。